ロンボク海峡は、インドネシア中部省スンダ列島のロンボク島とバリ島とを隔てる海峡。最も狭いところでは幅1 8キロメートル。異性のマラッカ海峡やスンダ海峡より水深が深く2 5 0メートルほどあり、マラッカ海峡等を航行できない大型船の航路として重要。南の水域はインド洋、北の水域はフロレス海である。 日本のシーレームのうち、オーストラリア、ブラジル、南アフリカなどから鉄鉱石などの鉱物資源や、石炭などのエネルギー資源を輸送する商船が、通行する重要なチョークポイントである。加えて、マラッカマックスを超える大型船が、インド洋と太平洋の間を移動する場合や、地政学的リスク等の理由で、マラッカ海峡及び南シナ海が航行できない場合は、 太平洋とインド洋を結ぶ重要なシーレーンのチョークポイントとしてマカッサル海峡と共に重要視されている海峡である。英国の自然科学者ウォーレスにより提唱された動物分布の境界線であるウォーレス線がこの海峡を通る。海流は強い潮汐の影響もあり変動が大きいが平均すると南向きである。この流れはインドネシア通過流の一部である。 ありがとうございます。